下和田博樹9の夜。これは夏でいいんじゃないかなと思ってるんですけど、でもこの後梅雨来るらしいからね、湿っぽい季節になるんですかね。またね、ここ数年だと思い出せる梅雨時ってもうなんかね、夕立がバシャーってのが毎日続いて、午後の移動がうまくいかなくてびしょびしょになるってのがそれしか記憶にないんですけど、まあ暑くなりますとどうしてもねおビールが美味しくなっちゃいますからね。仕事帰りにちょろちょろっと寄ってね、で一人でお店で飲むとさ、なんだかんだ贅沢した日になって後から反省しちゃうんで、仕事帰りに立ち寄るってのはコンビニとかスーパーですよ。でそんでうちのベランダで飲むんですね。うちのベランダ、この大きいの想像してくださいね。大きなベランダを想像してください。この番組は非科学レコードとスタジオハムスターの提供でお送りいたします。1ヶ月ぶりの Q の夜です。ご機嫌いかがですか。下和田博樹です。先月は Q の夜の配信もまるっと1ヶ月お休みをいただきました。で、ゴールデンウィークもいただいてちょっとすっきりしました。でこの1ヶ月ですね、レギュラーワークは続けてたんですけども、それ自体がねそんなたくさんないですから、まあ珍しく割とゆったりとですね、過ごしてました。2泊3日で京都へ行ってきたりなんかもしたしね、おかげさまで結構リフレッシュしましたよ。こんなテンションでしたっけまあ5月も5月でね、振り返ったらいろいろやってたんですけどね、先日たくさんお運びいただきました。ありがとうございましたね。ホローメローのライブ、これの仕込みなんかもやりましたしね、なんだかんだ他にも動かないといけない、そういうことが重なってたんで、やることはあったんですけど、どう転んでも忙しい方がありがたいんですけども、そんなこんな世話しなくやってましたんで、人間ドック行きたいって言ってたでしょ。人間ドック行きそびれました。せめてね、区がやってる健康診断くらいは近々受けてこなきゃなっていうふうに思ってるんですけども、これももう何年も受けてないんですけどね、予定は未定です。気楽に考えないと。だってほらね、健康診断行かなきゃって、それでちょっと気に病んでもね嫌だしねそんなんで気に病まないか。1ヶ月ぶりの9の夜ということでですね、まだちょっとつかみかねてますけど、ちょっとやっぱ思ったんですよ。前回2回聞いてても、やっぱね、下手くそですね、喋んの。一人でずっと喋るってのはあんまり上手くないんですよね。なんで、やっといて、あれなんですけど、寂しいんですよね。だもんで、次回あたりからですね、アシスタントっていうんですか、聞き役の方を立ててみようかなとか、他にもいろいろちょっと考えてるんですよ。やっぱコーナー上がった方がいいのかなとかね。さて、唐突ですけども一曲いいんじゃないですかということで、先月のホローメロのライブでも一曲目に、やらせていただきましたね、鼓動、今日はこれ多分皆さんこんなの聞いたことないんじゃないのって、初めて聞く音源なんじゃないのっていうバージョンでシンプルに、お聞かせしましょうか。どうですか。夢のありか覚えてる、子供みたいな目をして、しるべのない宝探し、時も忘れて、空にしたトランクに忍び込んでる、ありがちな孤独感飛ばしたい、胸に響かせる歌、鳴りや
たまんないこの地から、いくつ海を越えても聞こえる祈りになる舞い上がれ夢人よ、待ちわびてたこの奇跡、体中駆け巡るリズムがドアを叩く。お送りしたのは下和田ひろき、鼓動でした。寄ってます。あなたが恋しいこんな夜は、深夜のラジオが子守歌、優しい語りのその声に包まれ抱かれて涙を浮かべた急の夜。さて、冒頭からちょいちょい名前だけは出てきました、ホローメローなんですけども、ライブへお運びいただきました皆さん、改めて本当にありがとうございました。下和田ひろき38歳、毛も耳をつけて、毛も耳でいいんだよねあれね、獣の耳、狼の耳をつけてたんですけど、やってしまいましたね、フルコスチューム狼くんで歌わせていただきましたね。この日の映像とかあったらもう自分では恐ろしくて直視できませんけども、回ってましたよねカメラね。あれはあれでご来場いただいた皆さんにはもうお楽しみいただけたようなんですけども、なんか私はもう恐ろしくてよう見ませんけどね。でもね、何を隠そう、あの場では私自身もめちゃめちゃ楽しかったんですよ。楽しんでました。はい、改めて、ありがとうございました。ということで、あの日のライブの様子をですね、映像は恐ろしくて見れませんけども、音だけだったら平気だってんで、下田ひろきのソロコーナーのみなんですけども、30分を3分にまとめるというですね、だいぶ横着してますけども、あの日の会場にいらした皆さんは思い出を手繰り寄せながら、でご来場叶わなかった皆さんは妄想を膨らませていただけたらいいんじゃないかなという、ね、そんなライブ録音です。どうぞ。夢人よ、待ちわびてたこの奇跡、体中駆け巡るリズムがドアを叩く、目に響かせる赤いリアルヘッド、腹を空かせて月を見上げては、バカにウィアメン初心の球体で下げたかったのブルース、幸せを待ち続けて長く伸びた列に戸惑いながら僕らも並んで プチシューなんですよ。プチシューをね、嘘だと思ってるでしょ。プチシューを口に含むだけで歌が黒人っぽくなる。本当に。When the wings upon the make no difference.よろしかったらどうぞ、結構おいしいんで、よかったら、もしよかったら、ありがとうございます、どうぞ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 、もうご遠慮なく、すいません、ここで終わっちゃいましたけども、後半私はどうやって歌うんでしょうね。ということでね、別にシュークリームは加えなくても普通に歌えるということでございました。はい、すいません、美味しかったです。Goodbye, good day, good love.
そ安くない置き去りのまま歩道に伸びた影消えそう泣きそう改めまして5月17日お運びいただきました皆様ご来場ありがとうございました、素敵な催しへねお招きくださったイルマちゃんネム君ありがとうございました、ご一緒させてもらいました近森香耶子ちゃんまさきえりかさん宮妃あやさん関係各位どうもお疲れ様でしたありがとうございましたということでこれは酔いが覚めますね5月17日のホローメローライブスイートグリーディーナイトのライブ録音の中から下和田ひろきのソロコーナーを超ダイジェストで、お聞きいただきましたひろき下和田レディオジャスタニューデイナイトキューお聞きの皆さんからいただいているメール Q のお便りをですね Q 便というふうに呼んでます、今のところコーナーもなくてですねそのあたりは皆さんに投げっぱなしなんですけど、何でもいいよっていうふうに言われるとかえって何をしたらいいかわからなくなると何を書いたらいいものかわからなくなるというのも、絶対あると思うんですけども、本当気が向いた時にでも気楽に書いてもらえたらいいかなっていうふうに思ってます。ね、急便がなきゃないで、ないなりの急の夜というのをね、やっていこうかなっていう、そういう感じです。とは言っても、番組で急便を採用させていただきました皆様へは、ささやかなプレゼントを差し上げようというふうに、これはもう毎回言ってるんですけども、いろいろね、考えてるんですけど、なかなかこれにしようというのが思いつかなくてですね、あって、どうしようかなというふうに思ってたんですけど、どうですか？何が欲しいの？これもこの際皆さんに投げっぱなしてみようかなっていうふうにちょっと思わなくもないんですけど、とりあえず今ね、非科学の倉庫にいいものがたくさん余ってますね。いいものがたくさん余ってるっておかしな話ですけど、欲しい人は欲しいだろうっていうね、カメレオンマンのオリジナルカラオケ音源ね、これを採用された皆さんへは、とりあえずお送りしておきます。初回、前回、そして今回ですね、採用させていただく皆さん、お待たせしてます。けども、忘れた頃に届くんじゃないでしょうか。もうそろそろ届くんじゃないでしょうか。そんなわけで、次回以降の急便採用プレゼントに関しましては、何が欲しいの？ぜひ、ご意見、ご要望もお聞かせください。お便りの最後にですね、欲しいものを書いてさ、ダメ元で、なんかこれが欲しいわ、あれが欲しいわって、あげますよってなるかもしれないからね。ちょっと、書いてみてください。さて、じゃあ今日も一通紹介しましょう。ハンドルネーム綾崎もあいくんからの急便です。ありがとうございます。今回おすすめの趣味についてというお題をいただきましたので一つ紹介させていただきますということで、おすすめの趣味、聞いたかも、そんなことを聞いたかもしれない。聞きましたね。今回ご紹介するのはダーツです。一番安いブラス素材のもので1000円からタングステンという素材の、ダーツは5000円から1万円ほどで購入できます。ダーツボードも安いもので2500円程度で購入できますので、仕事の合間に息抜きとしてやってみると楽しいと思います。また最近は漫画喫茶などに自動得点計算やパーティーゲーム、ネット対戦のできるダーツの機械が置いているところもあるので、いろんな遊び方ができます。なんといってもダーツとボードで計3500円から始められますので、ぜひ気軽に挑戦していただきたいですということなんですけども、前回でしたね。前回最近特に趣味がないっていうようなことをですね、私が言ってたんですよ。無趣味な私にあのかハマれそうな遊びっていうか、新しい趣味のおすすめを、お伺いしてたと思うんですけども、随分とね昔のことのように思ってしまいますけども、1ヶ月ちょっと経ってますからね。それで、なんつうかおすすめしてくださった方いらっしゃったんですけども、皆さん見事にですね、安いのでお金がかからないのでっていうようなことをですね、書き添えてあるんですよ。で、私の懐に優しい趣味をいろいろと教えていただきまして、助かります。
はい、お試しするのにね、安いに越したことないからね、続くかどうか分かんないからね、ありがとうございます。でね、モアイ君、私ね、その昔実はダーツにハマってたんですよ。でなんかハマってたのもあるけど、その頃ね流行ってたんですよ。えらい流行ってたような風に覚えてて、番組の打ち上げなんかもね、そういうダーツバーみたいなとこで開催するチームがたくさんあって、で役者の先輩とか友人なんかでもマイダーツを買ってる人がそこそこいてさ、でなんか自分も憧れと勢いでね、ついつい結構高いやつ行きましてね、初心者が。でまあその後それほど上達する前にちょっと飽きてもうて投げなくなってたんですよ。あのダーツはあれはどこやったのかなって思ってたんですけどね、2回くらい前の引っ越しから見かけてないんで、まあ、おそらく捨てたんでしょうね。でも最近特にですよ、開口的な思考に自分が入ってってるなと思うんで、まあ、久々にねダーツもやってみようかなというふうにちょっとモアイ君のお便りを読んで思いました。まあ、いきなり買うのはなと思ったんで、あれすごい池袋のね、それこそモフ入ったビルにね、わかる人はわかると思うんですけどね、モフの入ったビルになんか大きいのあったなというふうに思うんです。そこの店自体は入ったことないですけど、まあなんか割と入りやすいとこにあったなという記憶があるので、ダーツ行ってみようかな。よう投げたな。でもな、投げすぎで腕変なになったことあったな。あなたが恋しいこんな夜は、深夜のラジオが子守唄、優しい語りのその声に包まれ抱かれて涙を浮かべた旧の夜。お送りしてまいりました Q の夜、第3夜もそろそろお別れの時間です。番組では引き続き皆様からのお便り Q 便を募集してます。採用者プレゼントのご要望もお待ちしてますんで、どうぞご遠慮なく、これが欲しい、あれが欲しいというふうに言ってみてくださいね。言うだけはただ。で次回ですけども、次回の更新がですね、まだ未定です。まあ、隔週目標でやってますけどね。でテーマは決まってます。8月17日の日曜日、日本庭園で夕涼みがてら下和田博樹のお話を聞いたりする会、正式名称を見て、このイベントについてですね、いろいろとお話できるかなと思う。そうそう、こういうイベントをやるんですよ。東京、また今回も東京で、やりますんで、ちょっと遠方の方、いつも本当にご足労願ったりとかして、いろいろ申し訳ないなっていうふうに思ってるんですけども、なかなか素敵な、日本庭園をお借りできることになりましたので、ぜひぜひ、夕涼みしにいらしてください。はい。で、まあ、相変わらずでバタバタしてますけども、次回はですね、そんなに間隔が遠くならないうちに再開できるようにしたいなと、Q の夜ね、思ってますよ。ということでですね、Q の夜、今夜はここまでです。お相手は下和田博樹でした。すっかりお酒も抜けましたね。ということで、これからまたちょっと飲み直したいかなというふうに思います。またねー。ドックはおもちゃドクター、見てねー。キャプテンアースも見てねー。CD 買ってねー。チュ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 嘘つけない場所でしょ。信じるほど救われるのは足元ばっかで、yeah、見返りより跳ね返りのが隙間を埋めてく。聞き分けできないくらいにあちこちから出てやらん。頭痛めまい吐き気なんだかんだ振り切るカウンター。愛してる愛してる愛し合えないで愛し続けりゃ、wow wow wow、安全の安全の幻も騙されねえコンション。 yeah, yeah.
そんなとこで見てないでさ、こっちへおいで。下和田広樹Qの夜、この番組はスタジオハムスターと非科学レコードの提供でお送りいたしました。